今朝は新約聖書テモテへの手紙第1、5章1節から16節までです。聖書をお読みします。5章1節、年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように詰めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい。ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。もしヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに、自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。身寄りのない本当のヤモメは、望みを神において、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは、来てはいても死んでいるのです。彼女たちが非難されることのないように、これらのことも命じなさい。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、信者よりも劣っているのです。ヤモメとして名簿に載せるのは、60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人。すなわち、子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。若いヤモメの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、はじめの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからです。それゆえ怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話さなくても良いことまで話すのです。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていったヤモメたちがいるからです。もし信者である女の人に、ヤモメの身内がいるなら、その人がそのヤモメを助けて、教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。ずっと、パウロからテモテたちということで、このテモテの手紙をですね、読んでおるわけですけども、本当に日本の場合ですね、戦後選挙を取り組んできた初期の世代の人たちをはじめですね、第二期に属する人たちもだんだんと高齢となり、この引退とかですね、この老後の奉仕の時期を迎えている人たちが増えている、そういう感じがしております。で、私たちの団体でもですね、先輩の先生方や、そして私の同期や後輩でもですね、教職者慰労金をですね、申請して受け取られる人たちがここ数年ですね、増えてきているのを見てですね、非常にそれを実感しているところですね。私もだんだんそういう年齢に差し掛かってきているなという、そういう思いを抱いております。それだけに、何と言いますか、本当にこのパウロが手元にですね、書き送った、手紙をですね、
まあ、読むと、この年配の人、またこの夫を失った未亡人のやもめのですね、その、まあ、生活扶助にですね、教会がまあ取り組んでいたというね、いうことは、まあ、広く見ればですね、そういうこの少子高齢化の、まあ、老齢化社会の中でですね、どう生きるべきかという、まあ、そういうことを、まあ、もう教えてくれるですね、原則があるように思うんですね。私も、まあ、振り返ってみて、献身して、この三崎の牧師をしてですね、7年で、共立を置いたときに、3年間ですね、献身を置いたときに、やはりもう、保守障害のですね、この最初の期間を終えて、中期、後期ということを考えてですね、やっぱり老後の生活に対することもですね、まあ、考えないといけないなということ、そして子どもの教育のこととかね、そういうことも考えないといけないなと。私はまあ、振り返ってみて、あの時期は本当にいや、どう生きるのかというね、後半生をですね、推しの。で、サポートを受けるということは、やはりこの、まあ、それに対する、この応答義務が生じてですね、そして、本当にまあ、伝道牧会の、まあ、最前線で、まあ、労することを、まあ、大半の時間求められるということ。で、私はまあ、どちらかというと、まあ、まあ、研究者としての、教育者としての何か、障害を、まあ、送りたいという思いがですね、非常に、まあ、強くなっておりまして。で、そうしたときに、やはり、まあ、これからですね、そういう、すべてを満たすことは非常に難しいだろうな、という、ってことで、まあ、自分で、経済、の自助努力をしつつですね、そして自分の研究者としてのまあ夢をまあ実現する上ではやっぱりこう、そういうまあサポートの整ったまあ組織の中に入ってしまうことは、まあ、まあ自分の証明と賜物をまあ見失うことではないかというですね、思ってまあ結局、まあ自助努力ができ、そして、まあ、自分の時間を確保できる、まあ、教理の自営業の仕事の場にですね、身を投じて、パウロのようにセルフサポートしながらの、まあ、進学教師としてですね、の、まあ、生涯を送るようになったというかね。で、その時に、やはり、子供の教育のことと、研究のことと、同時に、やはり、老後の保障というかね、で、私が進学教師としてのですね、研究者として生きようとすればするほど、まあ、伝道牧会の現場でですね、サポートや、まあ、そういう老後の、まあ、保障を手に入れることはですね、まあ、二律背反というか、まあ、先生、教会の仕事あまりしてないのに、どうして、まあ、給料や、まあ、そういう老後の保障を、求められるんですかというね、でそういう、まあ、悪循環に、まあ、陥るんじゃないかなという、まあ、そういうことは、まあ、懸念したんですね。でそれで、まあ、そういうことでですね、まあ、親の、まあ、そういう、まあ、この、蓄えてくれていた、まあ、そういう資産というか、まあ、そういうものがある、まあ、放蕩息子じゃないですけども、まあ、一度は捨てたふるさとに帰ってですね、そして、まあ、そういうようなものを継承することによってですね、まあ、老後の保障も、まあ、手に入れられるだろうなという、そういう判断はやっぱり、あったんですね。まあ、そういうことで、まあ、今日の箇所を読みながらですね、本当に何かこう、そういう、
老後の保証というか、今は本当に老後が人生の3分の1ぐらいは、まあ、ある、それ以上あるかもしれないという、30年、40年の、まあ、老後をですね、いかに生きるかという、まあ、そういう、まあ、原理原則をね、教えてくれているように思うんですね。で、まあ、5章を見ていくとですね、まあ、1節、2節はですね、まあ、導入部分というか、年配の、まあ、男の人、年配の女の人、で、若い男の人、若い女の人ですね、それぞれ、まあ、父親に対するように、母親に対するように、兄弟に対するように、姉妹に対するようにというね、そういう、まあ、心の姿勢というか、まあ、そこではやはりこの年長者への、まあ、敬意というか配慮というか、あるいはこの愛情と、まあ、優しさというかね、そんなものを大切にしなさいと、まあ、しかし、まあ、進めなさいという言葉を、まあ、欠かしていないというね、まあ、教会でよくありがちなのは、まあ、まあ、一方では叱りつけるような権威主義的な傾向と、もう一方ではですね、まあ、アガペーの愛でということで、まあ、包従に、まあ、任せて、ね、何も扱わないという。しかし、パウロはですね、まあ、後輩の手元に、バランスを持って、やっぱり、この、戒めなさい、進めなさいということを忘れてないというね、いうことがあると思います。で、まあ、さらに応用すればですね、私なんか進学教師として、こうしてるわけですけども、やはり年配の先生方がですね、何かこう間違った方向に、まあ、行かれてんじゃないかというね、そういうふうな、ことに気がついたときにね、やはりその、叱りつけてはいけないし、ね、また、それを、輪をもって尊しをなすということでですね、見過ごしてもいけないし、群れが危険にさらされますのでね、やはり、この、進めなさいというね、いうことに、まあ、バランスを持ってね、アプローチしなければならない。まあ、しかし、まあ、それには犠牲が伴うというかね、何か誹謗中傷しているように思われるし、この尊敬が足りないように思われるしとかね、いろいろな、まあ、危険があるわけですけども、やはりこの群れの中に、疫病のような運動や教えが、この伝染しないようにね、まあ、ワクチンをですね、常に、この打ち消しを鳴らすのがですね、まあ、神学教師の非常に重要な役割の一つだと思うのでね、まあ、ICI の宿命かなという思うんですね。で、3節から、まあ、16節までは、この、まあ、ヤマメについてですね、若くして、あるいは、まあ、年老いて、ね、生活の、まあ、言ったら柱である、このご主人を失った、まあ、女性の問題をですね、まあ、取り上げているというね。やはりこのローマ帝国の時代においてもですね、本当にこのそういう、まあ、女性がですね、そうきっちりした、まあ、そういう仕事を今ですらですね、まあ、そういう第三世界ではですね、この男性社会というそういうのがありますけれども。まあ、ローマ帝国でもですね、そういう要素があってですね、なかなかこう未亡人がですね、ちゃんとした収入を得るということが非常に難しい、社会であったからね。だから、まあ、教会はそういう人たちを、まあ、積極的にですね、世話していたと。それは、まあ、イエス様がこの9人の未亡人の一人息子を、まあ、よみがえらせたりとかね、ニレプタを捧げた未亡人を称賛された。ね、それから、この、使徒行伝ではですね、まあ、7人の執事が立てられて、まあ、エルサレムのですね、溢れるこの未亡人の人たちのですね、対する食料や経済の分配をね、監督、指導する人たちを、ですね、ステパノやいろいろですね、7人を立てたというね、そういうところにもですね、本当にこの福音を、まあ、生活の中に、社会の中に、まあ、どう、まあ、展開するかというね、いうことの、まあ、実践が、まあ、書かれている
のが、まあ、聖書であると、ね、いうことができると思います。で、まあ、やもめに対する、まあ、言ったら、この生活扶助のね、原則が書いてある。ね。まあ、それは広い意味で、まあ、言ったら、他のすべての、まあ、社会的倫理への、まあ、福音の実践の、まあ、原理原則がここに書いてあるとも言えるわけですけども、やもめの中のですね、本当のやもめを大事にしなさい。ね。まあ、キリスト教は、まあ、愛の神だから、すべての困ってる人に助けの手を述べなさいというね、そういうまあ極端な考え方もあるでしょうし、ね。片方では巻いたら、それはまあ、自業自得だと、ね。本人の責任でやれというね。そういう考え方もあるでしょうけども、まあ、聖書は、ね、バランスを持ってね、この分析し、社会的にですね、分析評価してですね、本当のやもめを識別して、まあ、まあ、大切にしなさいという、ね、原則を掲げている。で、この本当のやもめとは何かということがね、4節以降にまあ書いてあるわけですね。で、もしですね、4節に子供や孫がいるならばですね、まずその人たち、まあ、家族や親族にですね、この、敬愛を示して親の恩に報いることを学ばせなさいというね。まあ、まあ、今日でもまあそういう要素があると思いますね。というのは、まあ、子供や孫がいるのにですね、教会が助けてくれるらしいということで、まあ、まあ、押し付けるですね、そういう、まあ、いたら、この人もいたということですね。で、五節を見るとですね、身寄りのない本当のやもめはですね、神に望みを置いて夜昼、ね、神に祈りを捧げていますとね。で、五節と、まあ、九節と十節は、まあ、こう教えてですね、まあ、本当のやもめというのをですね、まあ、教会の中の信者の中でですね、本当に、まあ、まあ、困っている人であると思うんですね。九節と十節にあるようにですね、やもめとして名簿に載せるのは、60歳未満でなくてね、まあ、高齢になって、もう、働けなくなって、ね。そして、まあ、いたら、その人の生涯でですね、一人の夫の妻であった人、ね、いろいろまあいたらそういう倫理的にですね、問題のある生涯をまあ送ってる人はですね、まあ識別しないといけない、ね。そしてまたこの良い行い、ね、子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助ける、ね、など全ての良い技に励んだ人にしなさい、ね。やはりどう言いますか、このクリスチャンとしての、そしてクリスチャンのどういう生涯を生きたかというね、そういう内容においてですね、本当に主のために、人のために、この尽くしてきて、今大変まあ困窮した状況にあるというね、そういう人を生まれたら、この教会の生活扶助対象者としてのやもめの名簿に載せなさいというね、こういうまあ原理原則ですよね。だから本当にまあパウロはまあプラグマティストというかね、現実主義者といいますか、この理想主義者ではない、ね、現実を見つめてですね、まあ、福音を信じる者、ね、キリストの贖いを受けた者としてですね、私たちはこのどういうまあ言ったら倫理的な生活をすべきかというね、そういう、まあ、基準を、まあ、述べているということですね。それに対して、まあ、6節、7節ですね、8節を見るとですね、教会の中には自堕落な生活をしているやもめもいた、ね。だから本当に、まあ、言ったら、この、教会の、まあ、言ったら、援助を受けながらですね、まあ、生活はですね、乱れているというね。で、そういう姿を見てですね、社会から、まあ、教会は非難されるというね、そういうことがあったというね。で、それを避けないといけない。ね。8節にあるように、親族や家族でですね、世話しない人があるならば、それは信仰否定するのである。ね。だから本当にですね、この福音を信じている人はですね、この、まあ、家族の
ケアをですね、まあ、やらないといけないというね、まずね。で、その手の足りない人がですね、この教会の、まあ、あの世話を受けるべきだと。ね。で、今日ではですね、まあ、いろいろですね、少子高齢化というか、また核家族化という、そしてまた、あの、生活、この、保護の、保障のですね、いろんな、まあ、いった税金も集められていてですね、まあ、社会的な、まあ、言ったらそういう、このケアのシステムがですね、この家族を助けるようになって、ね、家族と病院の間に、まあ、あの、ケアハウスとか、まあ、ケアのシステムがあってですね、それを、まあ、あの、十分活用しなさいというね、そういう、まあ、あの、側面もあると思うんですね。だから、この、福音を、ね、にふさわしく、ね、それを、まあ、言ったら、この倫理的な実践を、まあ、時代の状況の中でですね、時代システムを活用してね、この、その本人、家族、社会にとってね、最善の、まあ、言ったら、この選択肢を、まあ、していきなさいと。ね。11節から、15節まで見るとですね、この若いヤモメというね、若くして未亡人になった人、ね。だからパウロは本当にまあ、非常にまあ、きめの細かい観察をしてね、指導をまあ、行っている。まあ、こういう前言ったら、この、まあ、空想の世界に行くんでもなしにね、この、世間の前言ったら常識に流されるのでもなしに、ね。本当にあの、福音に根ざしたこの贖いの倫理というねのまあ具体的な指示ですよね。若いヤモメの登録は断りなさいとね、ご主人亡くしたからそれで教会の扶助システムに、ね、入れてくださいとね、いうふうに言われるケースもあったようでですね。しかしですね、もしそういうふうに登録したらですね、やはりそのどう言いますか、このまあ結婚ができなくなるというね。で、そういう、まあ、いたら、あの、制限規定もあったようですね。都合よく美味しいとこだけ食べてですね。そして、まあ、いたら、また好きな人で結婚するというんでは、まあ、あの、教会を食い物にしていると言われますからね。そういう非難を避けなさい。ね。だから、7節と、まあ、12節とね。また、この14、4節のですね、反対者にそしる機会を一切与えないというね。だから、まあ、教会がこの健全な福音理解と、それを、に根ざしたですね、健全な倫理的実践をするということはね、非常な、まあ、あの、社会的な分析力、まあ、評価力、そして、この、知恵がいるというね、この、理科に感を正さずと言われますけども、本当にこの、社会の人、また教会内のからですね、避難やですね、このそしる機会をですね、与えてはいけないと。で、またこの若いヤモメを登録しないのはですね、ある面、まあ、結婚の自由を残しておくためですよね。で、ローマ時代にはですね、この、ある神学者はですね、この花嫁はですね、持参金を持って、まあ、あの、結婚。して嫁に入ったとね。で、この持参金というのは何を意味するかというとですね、この花嫁を保護する、まあ言ったら資金で、ね。そして、まあ、あの、若くしてですね、不慮の事故でご主人を亡くした場合ですね、そのお金はですね、この花嫁のですね、まあ、生活として使われると。ね。そして、まあ、あの、そこから席を外してですね、家に帰ってまた最高の道を目指したい場合はですね、この、その受け取ったですね、持参金をですね、その家族は、この、花嫁の親に返金しなければならない。この持参金の返金と花嫁を実家に返すということが、まあ、表裏一体であったというね。そういう、まあ、いたら、この結婚の、まあ、自由の、まあ、規定といいますかね、法律があった。ね。だから本当にですね、こういう、まあ、あの、実務的なことに対してね、パウロはですね、この、情欲に駆られると結婚したがるとかなりきつい言葉のように思うんですけども、私はまあ、あの、もっとですね、このローマ時代の社会の中でね、この
どう言いますか、主にあってまた再婚の道をですね、残すために生まれた登録をね、早まってしないようにね、してあげてくださいという意味だと思うんですね。道を踏み外しサタンの後についていった者もいるからですけどね、いろいろまあ批判やなんやこういろいろ訴訟を受けるとですね、まあ、教会から離れてですね、別の道に行ってしまう人たちもまあ起きるわけでね、そういうことも避けたいと、ね、いうことですね。で最後の16節で、もし信者である女の人にヤモメ身内がいるならばですね、そのヤモメを助けて教会に負担かけないようにしなさい、ね、4節では子供や孫という家族ですけども、16節ではまあ言ったら親族ですよね。だから本当にまあまず家族、そして親族、そして社会の助けを受けられない人たちはですね、その人たちはですね、このまあ本当のヤモメだからですね、教会は助けてあげなさいというね、まあそういうまあ原理原則をまあ提示しているとね。でまあこれはですね、本当に今日でも同じことが起こっていてですね、ヨルダンの難民キャンプで、あったことですけどもですね、まあ本当にそういう、まあ、戦争とかいろいろですね、病気やとかね、いろんな、まあ、難民キャンプの中で未亡人になっている人たちが、まあ、常に多くなるわけですけどもですね、でそういう時に、まあ、助ける時にですね、まあ、大切なことはですね、そういう、まあ、ヤモメの、まあ、未亡人のですね、状況、状態の、まあ、識別、区別の原則、ね。で、それともにですね、このそういう人たちの、まあ、尊厳を守る原則があると言われますね。そういうことを、まあ、ちゃんとしてないとですね、なんか生活保護なんか受ける人が特にですね、今日の社会でもですね、まあ、生活を食い物にしてね、自堕落な生活を送っている人たちみたいなね、そういうふうにまあ言ったら見る人たちもいるという。しかしですね、本当に困った人たちをですね、助けるのはですね、社会の役割、教会の役割であり、またですね、この、特にまあ、パウロが言っているようにですね、そういう人たちの中には本当に立派な人生を送ってね、人助けをして、この生きてきた人たちもいるわけでね。不良な事故や病気でですね、やむを得なく未亡人となり、生活困窮に陥った人はですね、助けないといけない。しかし、その人たちがこの尊厳を持って生きていけるように助けないといけないというね、健康を増強し、そしてまあヨルダンのまあ難民キャンプなんかではですね、そういう未亡人の人たちがですね、人生の中でですね、培ったこのスキルをね、賜物を能力を生かしてね、その難民キャンプの中で、まあ、ボランティアの奉仕ができるようにね、いろいろ、まあ、配慮したということがですね、まあ、明かしされていますね。で、パウロは、まあ、そういう、この、福音に根ざした、贖いに根ざした何か、この、生き方というかね、をですね、この、未亡人の時に、また、老齢期にね、この私たちがどう生きていくべきかというね、原理原則をもですね、この箇所に隠された形でね、明らかにしているように思いますね。それでは